様は稚内空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。ありがとうございました。はい、稚内到着です。はい、こんにちは、ワンダラです。今日は稚内にやってきました。稚内空港です。で、到着してレンタカーピックアップなんですけど、荷物が出てくるのが遅くて、今送迎の方が先に着いた方を連れてっちゃってて、待ちになったので展望デッキやってきました。できた。 ANA です。出発。やってきました、稚内。そして真正面に利尻富士見えてます。めちゃめちゃいいです。これからちょっと予定よりもスタートダッシュ遅れちゃいましたから、ご飯食べ行きます。1日目晴れてよかった。この後はちょっと天気が不安定なんですよね。だけど利尻富士に会えて本当に嬉しいです。稚内行きの飛行機がすごい満席だったんですよね。そして真正面に見えているのが、この先一時停止があります。一時停止があります。真正面に見えているのがオホーツク海です。稚内これ3度目なので、すごいメインの観光地は行っちゃったから、本当だったらね、宗谷岬とかノシャップ岬とか行きたいとこですが、サロベツパノラマロードっていうのかな、そこをメインで今日は行きたいと思います。その前に、はい、海鮮丼を食べに行きます。三色丼をいただきたいと思います。はい、稚内最初にいただくのがお食事処てっぺん食堂さんにやってきました。お食堂さんなんでいろんな美味しそうなものがあるんですけど、せっかくなのでちょっとテンション上げたいなということで、これ三色丼を頼むことにしました。本当はちょっと節約するんだったらこのウォツネ海鮮丼っていうのがいいみたいなんですけど、一発目なんで贅沢しちゃいます。これはじゃん、来ました、三色丼。めちゃめちゃうまそうじゃないですか。イクラが乗ってて、ウニが乗ってて、カニが乗っています。いただきます。カニ甘い。ウニ、今日は北紫ウニだそうです。うまい。お昼めちゃくちゃうまかったです。じゃあ先を急ぎましょう。フェルムさんですね、4時に閉まっちゃうらしいので急ぎましょう。で、今が
レッツゴめちゃめちゃ綺麗な石利富士を右手に見ながら、およそ300メートル先、目的地は左側です。石利富士を右手に見ながら南下していきます。今日のお泊まりが豊富温泉です。豊富温泉の近くにフェルムさんっていう美味しいスイーツのお店があるんですよね。そこで、前回行った時に本当に衝撃的だった美味しさの羊羹があるんですよ、とアイスクリームを家に送りたいと思います。車は今バック街に入ってきました。からオロロンラインのハイライトの位置に入っています。はい、また別の角度から利尻富士山を映していきたいと思います。で、左に利尻富士があって、右手こっちの先には礼文島が見えています。礼文島からの利尻、この辺りからですね、気づきますかね、電線がありません。めちゃめちゃ綺麗ですね。はい、豊富駅来ました。じゃあ行ってみましょう。じゃん、かわいい駅ですね。これはなんだかわいい、どこに座ろうかなっていう感じですよね。豊富駅時刻表、
今豊富町観光情報センターっていうところに来たら、この目の前にじゃーん、ガンダムマンホールがありました。なんか粋ですね、まあ、ガンダムマンホールで、でこれコースターなんですけど、コースター買いました。